フィーム、ニュージーンズのバックアップダンサー、韓国でプロダンサーとして活躍しているヤン・シニョン先生をお招きして、名古屋、大阪、神戸、福岡でワークショップを開催しました。ヤン・シニョン先生との交わした会話の内容をもとに制作してます。今回のビデオは韓国でのプロダンサーのレベル分け、過程、段階についてです。大学生活中経歴を作ることができます。舞台とかステージとかメディアとかです。スタジオでレッスンとか代行レッスンを務めることもあったりとかして、魅力やコネがあればアーティストとかアイドルのバックアップダンスの仕事もやったりします。僕でそういう仕事を専門的に受けているダンスチームに入ることをお勧めするそうです。ダンスチームでオーディションとかをたまに行っていまして、メディアで活躍することによってイベントやツアーのダンサーを務めることもあるそうです。さらにもっとうまく安定した道で行くと、事務所所属のパフォーマンスディレクターになることもあります。それはもはや事務所の職員で、給料が出て保険もあって安定的です。安定的っていう長所もあるんですけど、しかしその事務所の仕事しかできないっていうところもあるっていう短所もあります。会社の方針によって違うんですけど、だいたい皆さんが入りたがる大手事務所のパフォーマンスディレクターとか事務所の仕事だけっていうところが多いそうです。僕で30代とかになって、あの人はダンスでうまくいってるなって思う人は2種類あって、さっきの言った環境の良い事務所で安定的に稼いでる人とか、またスタジオを運営してうまく運営してる人、この2種類だそうです。両方とかかなりうまくいってる人の話で、みんなではもちろんないです。厳しい芸術の世界ですし、食べていくのは厳しく、バイトしながらなんとか続けている人が多いそうです。ダンサーとして売れるには技量、個性、運、タイミング、コネ、ビジュアル、努力、全てが必要だと語ってました。韓国でのダンス留学エージェントやってます。ご利用ください。